皆さん、お疲れ様です。アニフログセラオです。ドラマのゆかちんです。3月20日、はい、ダイヤモンドホールの、はい、コスモフロックス、初歌披露、無事終わりました。ありがとうございました。ボーカルって言えばよかったね、今ね。そうですね、あ、コスモフロックス、テラオ、あ、ボーカルテラオです。ボーカルゆかちんです。これから何回あるんでしょう ね、うん、ね、歌を歌うこと。そうだね、またやりたいです。いや、ちょっとやりたい気持ちはある。なんかもう楽しかった、やっぱステージが。ちょっとまだ映像見てないなんとも言えないんですけど、楽しかった記憶はあります。最高のオープニングアクトの役割を務めさせていただきました、ジガジさん。イエイ。ですね、今日はですね、そのオープニングアクトのライブ映像が届きました、うん、手元に。やったー。それをみんなと一緒に見ていきたいと思います。緊張するね。まだ見てないんですよ、ね、そう、まだ見てないの。俺も見てないです。お、はい、初温めておきました。みんなと一緒に見る瞬間にのために温めておきましたので、うんうんうん、あの、これから恥ずかしい思いを忍んで見ていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。よし、じゃあ早速、うん、見ていきましょうか。イエーイ。心の準備はいいですか？ちょっと手汗が今もうすでに、もうすでにやばいです。ちょっと見えるかな、じわっとして光り輝くイカチンさんの手。うわー、緊張するね。最高のオープニングアクトとか言った自分がちょっと恥ずかしいもんね。確かにね。いやー、行きますか。行きましょう。うわー、見ますよ。見ますよ。ちょっともう両耳つけちゃおうかな、これ。OK。 じゃあ行きます。空いてるのって何？君と
キドラムタワーベースケンキーボードアヤそしてボーカルユタチンありがとう。いやでもなんかちょっと良かった。そうだよね。良かったのでは、なんか思ったよりなんかそう自己評価よりはそう全然そう思ってたよりはなんか多分一番本番が2人調子良かったよね。多分まあそうね、ステージ降りてから、コスモフロックスのメンバーに言われたもんね。そう今日調子いいねって、今日いいやんみたいなね。そうそうそうドラムのね那須川ね、今日いい感じやんって健さんにもね、健さんにも言われた、本当良かったよって。まあでも確かに楽しかったもの、やっぱお客さんがすごいあったかくこう、わーきたーみたいな感じやってくれたのが結構緊張ほぐれたね。やっぱ知ってる、なんかそのスタッフさんとかに見られてもっと緊張するね、やっぱ。あのリハーサルの時とかね。そうね、初めてそのリハーサルでダイヤでやった時が一番緊張したかったね。それは言えてますね。なんか配信で見てて思ったのは、やっぱそのメンバー、コスモのメンバーがもうほんと楽しそうにね今演奏してくれてて、なんかすっごい嬉しかった。まあ、ボーカルって見えないんだね。まあ、背負ってるからね、その笑顔を。いつも後ろだからさ、なんか分かんなかったけど、なんかすごい嬉しかったな。すごい楽しそうだった。なんか守り神みたいだったね。ね、本当に。後ろからも前からも。みんなの笑顔も守り神、後ろからも笑顔も守り神。確かに救われましたね、本当に。よかったですね。やって、挑戦してみてよかったですね。本当によかった。機会を。得られた、もらえたのは良かったんだ、ね。まあ、突然あの発表があった時はこうどうしてくれるんだみたいなのありましたけどあったね。そう、こうそんな矢面に立たすなんてみたいなのありましたけどまあでもなんか結果やってみてめっちゃ良かったなって思います、この2人にやってほしいことがありましたらコメント欄にご気軽に書いてもらえたら嬉しいです。はい、はい、お願いします。動画をご視聴いただきありがとうございました。 Twitter、LINE やってます情報を更新してるんで気になったら、登録してください。このチャンネルアンフロックスチャンネルではいろんな、カバー動画や、カバー動画などもいるので、はい、気に入った動画を見つけてみてください。でぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。コスモフロックスでした。バイバイ。